その声こそが、これからあなたが進む道を示してくれています。運が開設する金運上昇チャンネルのアヨミーです。金運年間7番トップ記念書店購入キャンペーンを取ります。購入したレシートでご応募いただくと財運が上がるご褒美をプレゼントします。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最近、何かいつもと違うなぁと感じることありませんか ?6 月に夏至を迎え、今年一番の陽の気を迎えました。夏真っ盛りの気温とともに、この陽の気はまだまだ盛んで、陽の気の影響で、外に意識が向き、エネルギーも高まっていきます。今の時期は何か思い切ったチャレンジをしてみたくなったり、いつもよりアクティブになったり、いつもより陽気になったり、とても行動力が上がる時期なんですね。夏に開放的になったり、冒険をしたり、そういった体験をしたことがある方、多くいらっしゃるんじゃないのかなと思います。それぐらい人間は気のエネルギーの影響を受けているんですね。そしてそれは陽の気に含まれる成長や発展のエネルギーを生かすために、今のうちに本当にやりたいことに注力しておこうということを無意識で感じていたり、あなたのミッションであったり、あなたの魂が喜ぶ本来の目的へと軌道修正するために、潜在意識レベルや魂レベルで感じ取って湧き起こる行動でもあるんです。春分や夏至などの大きなエネルギー転換点で眠くて仕方がないという経験をしたことがある方いらっしゃると思います。それはこの陽の気を生かして、あなたが本来進むべき道に進み輝くために、ハイヤーセルフやご先祖様たちと未来会議をしているからなんですね。寝ている間にコンタクトを取り、これからどのように過ごしていくとあなたの魅力や能力を生かしてより輝くか、朝やんでモーニング娘。の合格者を選ぶ時のように、真剣にみんなで一生懸命考えているからなんですね。ちょっと分かりなかったらすいません。そうした時期ですので、本来の道を進んでいない人が大きく路線変更してブレイクしたり、頑張っていることがあるけどなかなか芽が出ない、そういった方もあとわずかで人生が大激変し、今までの苦労が嘘のように晴れる、そんな重要な局面を迎えます。ここで行動をやめると、あとちょっとで来る大きなチャンスを逃してしまい、人によっては何か違う気がする、私の居場所はここではない気がすると何か自分の道と違うような違和感を覚え、悶々とした日を過ごすことになる方も中にはいらっしゃいます。ですので、大事なターニングポイントをキャッチするために、人生が激変するときに起こる前兆をお伝えしていきたいと思います。まずはじめに龍神様とつながり、場を清めるティンシャモトから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。人生大激変の前兆、一つ目は髪を切りたくなるです。これは前髪伸びたから切ろうかな、ちょっと毛先が傷んできたから切ろうかなといういつもの感じとは違って、なんだか急にショートにしてみたくなった、思い切って色を入れてみたい、パンチパーマを卒業してみようかななど、ヘアスタイルを大きく変えたくなった時です。髪の毛には日常生活で浴びた邪気を吸うと言われていますが、感情や記憶も含まれています。今までの自分と決別したくなった時や、新しい決意をした時など、そういった時に無性に髪を切りたくなるんですね。失恋した時に髪を切りたくなるのも、新しい恋愛へと向かう決意をしていた表れでもあったり、入学式などの人生の区切りで切りたくなるのも、これからやってくる変化を感じ取ったりします。ですので、特に変化や決意したことはないという時は、まだ潜在意識や魂レベルで大きな変化を察知していて、自分自身は気づいていない時に起こります。活動のステージがこれまでとは変わる大きな変化、飛躍はすぐそこまで来ていて、こういった時にチャレンジしてみたいこと、努力していることがある場合は、その調子、GO! のサインです。思わぬ展開に出会い、トントンと物事が進んでいくかもしれません。反対に、ここでアクションをしないとやってくるチャンスをつかむということができずに、流しそうめんのように流れていってしまいます。ですので、ものすごく大事な時期なんですね。
もし髪型を大きく変えたいという気持ちにはなっていないけど、変化は起こしたいという場合は、思い切ってイメージにしてみると、髪型の変化に合わせて運気も変化していきますから、おすすめです。二つ目は、今までしたことがないファッションをしたくなるです。こちらも一つ目と同じ流れで、急に変えたくなったら変化のサインです。今までの自分の好みがなかったかのように、全く違うものに惹かれていく場合は、無意識でも潜在的に大きな変化を迎えていて、現実が変わり出すのは間もなく、という時に起こるサインです。内側から変わってから現実が変わり出すまでに若干のタイムラグがありますから、その狭間にいる時に起こります。こんな時も自分の心に正直に来たいなと思うものを楽しむことで、さらに直感が磨かれて自分の内なる声が聞こえてきますよ。その声こそがこれからあなたが進む道を示してくれています。どんなことが起こるか楽しんでいってくださいね。人生が大激変する時に起こるサイン。三つ目は、無性に掃除をしたくなるです。このサインを感じたことがある方、多いんじゃないのかなと思います。整理整頓は苦手だったけど、急に収納してみたくなった。急に部屋をすっきりさせたくなって、気づけば時間を忘れて生活をしていた。こんな時も大きな変化を迎えているサインです。これからあなたが進んでいくステージの波動とお部屋の波動が合わない時に起こります。通常波動があまりにも合わないと、一瞬出会うことがあったとしても波動が違いすぎるためにお互いに心地よくなくて離れてしまいます。それが大きな変化の流れが来た時にこっちの方がいい、感覚的に感じ取って今のあなたに合わなくなった邪気などを外に出していくために掃除をしたくなるんです。そしてこれから来る変化に備えて柔軟に対応できるように身軽になっておこうと、不要なものを捨てたくなるんですね。変化のサインでもありますし、運が良くなっているサインでもあります。ここで大事なのは継続です。すっきりと片付いたお家で気持ちいい、最高と思っていても、日々の忙しさに流れてまたお家が散らかってしまうと運気も逆戻りです。大きな波に乗るサーフィンのように、この波に乗り続ける。短い時間でもいいですし、週末にまとまった時間を取るなどして、いい波動、いい環境をキープしていくことがおすすめです。続いて四つ目は、引っ越しをしたくなるです。こちらも転勤や移動などの状況の変化によるものではなくて、引っ越ししなくてもいいけど無償にしたくなったという時が大きな変化を迎えているサインです。住んでいる場所にも土地が持つエネルギーがあります。行くと元気になったり、運気が上がるパワースポットも土地のエネルギーの影響ですし、運気が下がる行ってはいけない場所なんかも土地のエネルギーの影響を受けるからなんですね。今住んでいるところで生活していく中で、日々行動したりチャレンジをしたり考え方が変わったりと、自分自身が成長すると住んでいる土地とエネルギーが合わなくなり、今の自分の持つエネルギーに合う場所へと移りたくなっていきます。こんな時は引っ越ししてしまうと土地からのいい影響を受けられるようになりますし、そうは言っても引っ越しってなかなか大きなアクションですし、私離島に移住しようと思う、通勤できるわけないだろう、ママお友達と離れたくない、そういったこともありますし、敷金、礼金、引っ越し代、現実的じゃないな、そんなこともありますよね。そんな時は今は波動が変わっていていい流れが来ているなだということを認識し、日常で高い波動を保てるように、いい感情でいられるように、感謝の時間を取ったり、力になる前向きな言葉を使うなど、意識して過ごすといいですよ。いよいよ波動が合わなくなった時は、自然と引っ越しをするしかないような展開がやってきます。それまでいい流れをキープすることを意識するといいですね。人生が大激変するときに起こる前兆。5つ目は、スマホを変えたくなるです。こちらも、新商品が出たり、壊れてしまったなど、そういったことは除いて、変えなくてもいいんだけど変えたくなってきたという時が大激変のサインです。スマホは今やお財布よりも落とすと困るものと言われるぐらい重要なアイテムです。お財布の代わりにもなりますし、大事な人の連絡先も入っています。大事なデータも入っていますよね。そのため金運や情報運、人間関係運など幅広い運気に影響しているんですね。そんなスマホを変えたくなったということは、これからの大激変にあたり、ふさわしい情報や金運、
人間関係を受け取れるように変えたくなっています。キリンリスに金運の図は大きくするように、スマホを通して金運、情報運、人間関係運をこれからの活躍にふさわしいものに刷新しようというお知らせです。こういった時も変えてもいいなと思ったら変えることもおすすめですし、今はちょっとという時はスマホの中のデータを整理したり、連絡先のリストを整理したり、不要なアプリを削除するなど、できるだけいい運気がやってくるように備えておくことがおすすめです。この夏、大きく人生を変える方に起こる前兆についてお話をしました。もし当てはまるサインがあった場合は、直感を信じてアクションしてみてくださいね。今日の動画へのボタン、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また、高見の運気予報サロンができました。日々の運気や高見くじなどを開催しています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日のところでお会いしましょう。